はいはい、どうもこんにちは、松尾修造でござる。いやもう寒くなってきましたね。11月になってきましたんで寒くなってきましたけどね。まあそろそろ寒くなってきたらおでん鍋の季節ですけど、最近ねコンビニのねおでんっていうのがね結構この前食べたら美味しかったですけどね。70円今ちょっとあの安くしてるんですよね。70円でで、いろんな味がありましてね、もう大体ね、一番人気があるのはやっぱり大根らしいですね。セブンイレブンでもローソンでもファミリーマートの一番は大根ですね。そしてですね、2位、これもちょっと違う、セブンイレブンが牛すじ、3位が卵ね、セブンイレブンですよ。ローソン、ローソンは2位が卵、3位がこんにゃくね、それからファミマはですね、2位が卵、3位もこんにゃくということでね、ちょっと若干違うんですね。で、まあ、大根、卵、牛すじ、こんにゃく、この辺がね、各、コンビニも、人気どころ らしいんですけどね。今新しいの出てきてますね、いろいろと。巾着とかね、この辺は豚バラ巻きとかね、そういうの出てますけどね。まあ今70円安いんでね、コンビニの確かにおでん、今はお得でございます。松尾修造のこれ知ってませんか。どうもありがとうございました。失礼いたします。にゃん。